タメン、まずはホーム山形です。前の試合から3人入れ替えてきました。キーパー後藤正明、ディフェンス右から山田、熊本、西村、小野、中盤藤田と南の両ボランチに伊坂、後藤祐介、チアゴアウベスの2列目、ワントップに藤本です。藤田は11試合ぶりのスタメンとなります。続いてアウェー岡山です。こちらは前節から4人メンバーを入れ替えました。キーパー堀田、本山、ヨルディバイス、高木の3バック、ウイングバックが右に末吉、左に高橋、アンカーに若狭、インサイドハーフ千葉と河合、ツートップチアゴアウベスと桜川ソロモンです。リーグ戦も残りが8試合、今キックオフしました。左エンド青のユニフォームがホームの山形、右エンド白のユニフォームがアウェー岡山です。藤本から前線に送るチアゴアウベス、左打ちノーホイッスル、13秒で決めました。山形先制1対0、電光石火ですね。そうですね、最初のキックオフバイス選手が山形陣内に蹴り込んだボール跳ね返して拾って、はい、ここでしっかりと見えると思いますけども、まあ、ちょっと短かったんですよね。ここを一旦落として、このパス藤本選手からのチアゴ選手へのパスね、これがまあちょうど良かったし、当然もうチアゴ選手はこのタイミングでもアクションは起こしてますよね。はい、元山から千葉、末吉、ワンツーで抜け出すか、小野が体を入れる、抜け出した、マイナス、チアゴアウベス、桜川のシュート。そう、これですよね、見せましたね、そういうシーン。はい、私はそんなちょっと考えを持ちましたね、はい、ここで山田拓海が持つ右に展開、伊坂善意から49番後藤選手がどこに、ね、こう抜けていく、チアゴが上がっているが切り返した、左足打ってきた、このボールはまだある、回避します、岡山、まあ、ここリプレイね、伊坂選手の、はい、今のワンプレイ見てもすごくコンディションがいいというかね、うん、イメージも含めていいのがすごく伝わってきますよね。ここに後藤祐介寄せていきます。おっとカットした、藤本かわして、ここは堀田が防ぎました。ここは奪われて、そうですね、高橋選手がここに入れるんで、はいはい、桜川ヒール、駆け上がる、左足打ってきた、高橋でした。これ一つ狙いなんじゃないですかね。千葉、そうですね、いいところ受けました。中を見た、逆サイド高橋がいる、桜川中にいるが、その高さを使ったヘッド、はじかれました。まだある、チアゴアウベス、でクロス高橋選手ですか、はい、いいボールでしたね。まあ、山形、はい、後藤選手のキーパーがねしっかりボール蹴れたけど、結果的に相手に渡っているので、あれはオフサイド取ってほしいっていう、はい、さあここはルカを中を見て、右足打ってきた、正面、これはこぼした、チアゴアウベス、これはナイスキーパーですね。はい、後藤正明ナイスセーブを見せました。チアゴアウベス、ここがカット、山形国分だ、右サイド伊坂を走らせる、入れ替わった、うん、3対2、伊坂中にはデラトーレもいるが、自分でいった、いける気がするんでしょうね。いや、岡山としてもこれ重要ですね、はい、やっぱこのゼロ1点の差だったらやっぱりまだ残り時間の中で分かんないんで、はい、山形これ2点目決めたら、まあ、ほぼ試合を決まると。国分のコーナーキック、中央だ、決めたのだ、今シーズン3ゴール目、山形2対0、急遽途中出場となった野田が頭でねじ込みました。岡山ボールになった、ムーク、ルカオ、ワンツー、ステファンムーク、かわした、
下げてシュート、後藤正明正面、山田のシュートでした。長いボール、ここで試合終了。山形リーグ終盤の大事な試合を制し、4試合ぶりの勝利、 J1 昇格プレーオフを大きく手繰り寄せる勝ち点3を獲得。